TRICIA のちょっと変わった女子グループからの口コミでございます。ロサンゼルス郊外、そこに現れたのは、はい、私はこのグループのリーダークリスティーナよ。私たちはカリフォルニアのギャル。そう、海の向こうカリフォルニアで日本のギャル文化とファッションに憧れる日本大好きギャル、彼女たちはギャルフォルニアと呼ばれています。そしてロサンゼルスの中だけでも数グループのギャルサーが活動しているそうです。そんなギャルフォルニアの口コミとは。今日は私たちギャルフォルニアの日本ラブな口コミを紹介するわ。ギャルフォルニアの口コミ、ジャパンラブでございます。まずギャルフォルニアたちが案内してくれたのは、どうぞ。後ろ姿これ多いな、日本に。ここが私たちの部室よ。私たちはここを渋谷と呼んでいるのよ。やめとけて。部室にはつけまつげやネイルなどギャルグッズであふれています。こだわりはリトル東京で全て買い揃えていることだそうです。私たちのバイブルはホワイトマーニアとポップシスター。リトル東京で買っていつも日本のギャルを研究してるの。そもそもギャルになろうと思ったきっかけは、日本のギャルファッションを初めて見た時衝撃を受けたの。あのキュートさは日本にしかないわ。中でもギャルフォルニアが最も憧れている人物の翼。翼は私たちの神様よ。クイーンオブギャルね。これは私が愛用している翼プロデュースのつけまつげなの。もう見てるだけで幸せ。カリフォルニア売れてるのよ。こっちは翼のアイシャドウとマスカラ。翼にちょっとでも近づきたくていつも使ってるの。とここで、ちょっとトリーシャ、ギャルフォルニアは翼命なの分かってるわよね。何その髪型、全然持ってないじゃない。すぐに直してちょうだい。特に髪型は重要よ。翼みたいに常にファッショナブルにしとかなきゃギャルフォルニアとして認められないわ。どう、いい感じじゃない。とここで何やら日本のギャルたちに見せたいものがあるとのこと。やってきたのはロスの中心部にあるショッピングモール。一体何が始まるのでしょうか。準備はいい、ま、それじゃ行くわよ。渋谷のやろな、おい、渋谷の。もしかして、あらあら、まさか。ところが、全く覚えてない。覚えてないというよりも、ちょっとストップストップ。ちょっとミエ、あんたちゃんと練習してきたの。そのつもりだったけど。翼が見てるかもしれないのよ。恥ずかしすぎるわ。ちょっと緊張してただけじゃない。このギャルフォルニアの面汚し。何してるの、あんた。ちょっと落ち着いてよ二人とも。こんな醜い喧嘩日本のテレビに流れたらそれこそ恥ずかしいわよ。せっかく日本のカメラが来て翼にいいところを見せるチャンスだったのに、こんな不甲斐ない結果にリーダーは気が立っているの。ただ誰よりもギャルを愛してるし、熱血のリーダーには間違いないわ。とにかく今日はこの辺にしましょう。リーダー、気を落とさないで。さあ来たわよ、私たちがお気に入りの。よし、翼もくるくるって聞いたことあるわ。そう、ギャルフォルニアの間でもっぱら吉野家が大人気。早速店内で注文。あ、そうなんです、丼だ。
やっぱ牛丼はエキストラビーフジュースに限るわよね。そう、エキストラビーフジュースとはつゆだくのこと。レシートにもご覧の通り記入されています。いやー、日本の味がそのままロサンゼルスで味わえるのです。七味をたっぷりかけていただきます。こっちの方間違えてるよ。ジューシーで最高ね。見て、やっぱりエキストラビーフジュースよね。ロスのつゆだくは日本より多めに入っているのが特徴のようです。牛丼食べたら落ち込んでたのがバカバカしくなっちゃった。ミエ、さっきは強く言っちゃってごめんね。うん、パラパラ、一緒に頑張ろうね。もっともっと日本のギャルを勉強して、今度こそ翼にいいところを見せないとね。ここでせっかくなので番組スタッフから彼女たちに口コミを。日本のギャルさは今だいぶ少なくなってあんまり人気ないんですよね。やめたね。バカな翼に会えると信じ、今日もギャルフォルニアは生きてゆく。さあ、この口コミがお気に召しましたかどうか判定をお願いします。受け入れられていて嬉しいなと思いました。そうですね、だけ方吉野家にいるなんて、もうあそこホスト映ってたら完全に渋谷に招きたいよね。ホンマですか。もしあれのロケ途中までしてて、そこにマスワカちゃんが来たらどうなるんでしょう、ね、すごいね。なかなかいい口コミだったわね、そうですよね、そうよね。